パナシナイコス FC は、ギリシャの首都アテネにホームを置く、サッカークラブであり、総合スポーツクラブのパナシナイコス AO の一部である。オリンピアコス、X アテネと並ぶギリシャの競合として知られる。タイトル獲得数こそ、オリンピアコスに劣るものの、オリンピアコスに次ぐ、リーグ優勝20回、カップ優勝18回を誇る。1970から71シーズンに、 チャンピオンズカップ準優勝の実績があるが、これは同大会におけるギリシャ勢の最高成績である。1971年のインターコンチネンタルカップにはアヤックスが辞退したため、準優勝のパナシナエコスが変わって出場したが、ウルグアイのナシオナルに合計スコア2から1で敗れた。2018年4月24日に UEFA、ファイナンシャルフェアプレー違反により UEFA、 主催大会の出場権を3年間剥奪された。パナシナイコスの最大のライバルはオリンピアコスである。この2チームの対戦はギリシャダービーと呼ばれている。パナシナイコスはオリンピアコスに次いでギリシャで2番目に人気のあるクラブである。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。